デジクイズ。今日も一緒の映像、ハルミとハルキとノセトウモッチです。はい、皆さん漫画を読みますか？そこそこ、そこそこ、そこですね。僕はですね、この前漫画を読んだ時にですね、とても不思議な文字に出会いました。何の漫画ですか？ワンピースですね。漢字なのにそれを無理やりカタカナ表記でこう読んでるみたいな。代表的なもので言うと本気と書いてマジって読んだり。ワンピースどこ行った？ワンピースはもうちょっと一回置いておきますから。ややこしい、ね、ややこしすぎる。一番簡単な、あ あるじゃん、銃って書いてピストルって読むみたいな。そうですね。まあその中でですね、僕はちょっと気になったものを問題にしてきましたんで、それを今日はね、皆さんに答えてもらおうと。というわけで今回は当て字クイズです。やっていきましょう。第1問、はい、こちらです。むずうざいな。普通にうざい。これは銀河とは呼びません。ジャブ、ジャブだよ。でも本当にジャブです。これはジャブ。え、本当に前は分かんのかじゃん。俺分かんないけど、多分こんぐらいジャブじゃないかなっていう。そう、やばい。 じゃあマジでゴミみたいな回答でいいってこと？じゃあまずはモチ。はい、シルバーロード。シルバーロード、なんで？でもこれ川はでもリバーとかじゃん。さすがにそこまで役はしないから、まあ、銀が銀の道みたいな意味でシルバーロードみたいな。あー、じゃあハルキやったわ、ね、単純化しすぎた。スペースえ、だってスペースあ、マジかやったそういうことなのかな。でも、いいですか？でもいいですか？はい、多分こっちの方が近いです、答えは。おでも外れじゃん。じゃあいいですか？はい、もう外れなんだよ。外れです。なんだよ、下手すぎる。下手すぎだろ。それがやってしまった今のは。答えはギャラクシーです。ああそう、ギャラクシーだ。ギャラクシーだ。そういうことか。あー、もうバカじゃん。あー、待って。あー、そういうことね。多分漫画読む人ならこの問題の方が分かりやすいと思います。本当に。第2問、こちらです。なんだこれ。あー、なんか見たことある。なんか俺見たことあるような気がする。あ、俺分かったぞ。読んだことない。罰ゲームありますか？おい、あ、罰ゲーム、なんか1週間左目の下にルフィと同じ傷かく。あー、いいね。いや、重っ。重すぎる。まあこれかなって感じ。じゃあ一番自信のありそうなハルキ。俺なんて知んないハルキ。俺なんかエクソシスト。俺もエクソシスト。おい、来た。青のね。そう、青のね。知らんもん。スイッチ。わー、なんだお前それ。分かんない。だって煽ってきたんだもん。何も出てこないんだもん。でも煽んなくても出てこなかったでしょ。出ない。いきましょう。答え、はい、エクソシストです。よいしょー。ずるいなー。ずるじゃねー。知ってるんだもん。俺知らねーよー。第3問、こちらです。これ一文字一つです。分かれてないです。もう何も考えれ、マジで分からん。もうアニメ知らなすぎ、分からん本当に。いや俺らも分かんない。え、これ難しいでしょ正直。まあ難しいです。いっちゃん近い人が正解にしない。あー、いいですよ。じゃあ乗せ。ゴールデンサイクロン。おー、ハルキ。ゴールデンは一緒です。お、ゴールデンライフル。あー、ワンピースのレムゴールド。いや違う、空島編の黄金鏡を鳴らすときに。モチ。黄金の僕意味を変えました、はい、マネーローリングストーンズ。ストーンって何？ストーン石。いやもうなんかローリングストーンズっていう響きで。じゃあ答えですね、黄金ライフルでございます。おーい、そうだと思ったんだよ正直。でも怖かった。一番近かったのはハルキ。よーし、1ポイント。え、ワンピース？ワンピースです。ほら、おい、ずるやん。わかんねえんだって。出すなよ、わかんない問題よ。アニメの問題やんない。アニメの企画出したやつ、次殺すぞ。第4問。黄金。おい、また黄金かい。これはあえて。これはあえてここで。いや。これは聞いたら、おお、かっこよってなります。マジ？普通にあれじゃなくて、さっきのじゃなくて。こいつがバカっていう可能性もある。これでそれだったら切れるぜ。ハルキ。ゴールデン。いや、ゴールデン。ゴールデン。おーい。おー、2ポイントリードしてるからっていうので、ちょっとゴールデン書かずにゴールデンだった場合クソうざいから。あー、そういうことね。こちらの答えですね、トワイエローです。わかるわけねえだろー。トワイ、トワイなんちゃって聞いたことない？ないよ。
次最終問題ですか。最終問題ですね。僕の勝ち目はもうないんですか。ないです。あります。ないです。あります。ないです。今って何回トンボかけたと思ってるんだ。ゴールデンライフル当ててんのにさ、トンボかけられるのマジ見やがんなくね。じゃあ 俺いいね。それは次が2点、最初問題は1点。第5問こちらです。終わった。はい、わかりました。いや絶対に知ってるんだけど出てこないな。いやお前2点でしょこれ。もらったぞー。やばい、もらったー。やばい、絶対に知ってるのに出てこない。もらったぞー。もらったー。5、4、終わったー。で、違う、絶対違う、やばい。まあ、ハルキからいくか。そうですね、ハルキ。エンドレス。あー、近くもないけど、まあ正解でもないし。モチ。終わった、イプシロン。イプシロン。もうやめな、ほんとに分かる。多分聞いたら。待って、何イプシロン。稲妻イレブンのデザームのチーム。一番自信があるのせ。インフィニティ。あー、え、でもそれ究極じゃない？いや、インフィニティ、インフィニティ。あ、そうかそうか。あー、やばい。どうせ正解。いやー、終わったー。やる意味なくなったということで、もちくん、次の問題はもう意味がないので。いや、やらないの。やらないです、一応。お前0点対3点だ。そうなんだよ。なんで？ということで、もちくん、君は1週間頑張って海賊を目指せ。頑張りまーす。そこは海賊王に俺はなるだ。知らんもんだから、アニメ。